日本神奈川県川崎市三山駅新木本町新木本町は神奈川県川崎市三山駅の町名新木本町1丁目から新木本町5丁目があり1982年7月1日に住居表示が施行された面積は0.849平方キロメートルである郵便番号は216-0031三山駅の北部に位置し南北に 東米高速道路が東西に平瀬川が通過している。東京近郊として宅地開発も行われているが、その中で東高根森林公園が多摩丘陵のかつての姿を現在に伝えている。新木本町は北端で多摩区長尾と東端で高津区上作のべと南端で宮崎、新木、ケ平と西端で平屋御所塚と接している。 住宅地の地下は、新木本町5の14の15、18万6千円イメートル、に6 1万4876円、坪2019年工事地下前年比プラス0.54%上昇。当地には、東高根森林公園内に、弥生、古墳時代の遺跡が残るほか、日本穂高にまつわる縁起が伝わる、新木山東学院など、 古くから人の住む土地であったが、昭和後期に至るまで長尾の一部であった。昭和30年代までは農村風景であったが、その後は宅地や道路の開発が進んでいった。1982年に高津区から宮前区が分区されるのに合わせて住居表示が施行され、新北本町の町名が誕生した。 2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。人口推移のグラフ新牧本町の人口は以下のように推移している。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。川崎市交通局が、上戸駅、柿尾駅、溝野口駅、宮前平駅など各方面へ、東急バスが、 向こうが丘遊園駅と梶ヶ谷駅を結ぶバスを運行している。川崎市、コミュニティバスは次サイ号が、新木本町一丁目の球場から、り戸駅、久慈駅方面を結ぶミニバスを運行している。東高根森林公園。ありがとうございます。